こんにちは、みーちょーすです。手帳ノートが大好きで、普段はこちらのトラベラーズノートを使用してます。トラベラーズノートにはいろんなタイプのリフィルやカスタムするパーツというか製品がいろいろと出てるんですが、その中の一つでこちらの連結バンドがあります。これをずっと使いこなせてなくて、コメントで教えてもらってから初めて使い方を知りまして、この連結バンドの良さにやっと気がついたので、今回は連結バンドの使い方をシェアします。付属の説明書の使い方と、あと実際にいろいろ試してみて良かったなって思う使い方も合わせて紹介したいと思います。それでは早速行ってみよう。まずは説明書に載っている2冊のリフィルのセットアップです。連結バンドは1本使います。カバーについてる紐はしおりなので、一旦避けておくと作業がしやすいです。革カバーの内側のゴムにノートリフィルをセットします。その横に2冊目のリフィルを並べます。リフィルを中心ページで開いて2冊を合わせます。合わせたページに連結バンドを通していきます。この時にバンドを伸ばしながらセットすると紙が引っかかりづらくてやりやすいと思います。はい、続いてはこの方法でも大丈夫でしたっていうのも紹介しておきます。まずリフィルを2冊並べて中心ページで開きます。合わせたページに連結バンドを通します。ノートとノートの間の連結バンドのところを本体のゴムに通します。これでもいいかなと思ってます。続いては3冊のリフィルをセットしてきます。説明書通りやってみると連結バンドは1本でセットすることができます。ノートリフィルを2冊並べて中心ページで開いて合わせます。合わせたページに連結バンドを通します。革カバーの上にそのままノートを置いて、ノート同士の隙間を作って、この間からゴムを引っ張り出します。で、この引っ張り出したゴムに3冊目のリフィルを通します。ちょっとわかりづらいんですが、横から見るとこんな感じになってます。別のやり方としては、連結した2冊のリフィルをまず本体カバーのゴムに通して、3冊目もその同じゴムで通しちゃいます。これは真ん中のリフィルが外れやすくなるんですが、リフィルをカバーから外して単体でも持ち運ぶことがあるって時は、こちらの方が楽です。今までこの方法にたどり着くまでは、リフィルの中心に連結バンドをつけてなかったので、表紙のこの部分が連結バンドの弾力に負けてボロボロになってしまって、それが嫌でただリフィルを挟んで、こうやってクリップで固定して持ち歩いてました。この説明書のここに赤字でデカデカと中央で留めてって書いてありました。読んでなかった。ただ、説明書通りに3冊つけた場合だと、上から見るとこうやってリフィルがずれるんですよね。真ん中のノートが飛び出して、持ち上げた時とか、あと書いてる時にノートが少し下に沈み込んでしまいます。なので普段使ってるノートは、ゴムバンドを2本使ってくっつけてます。どうやってセットしてるかもこちらも解説しますと、3冊の中心を連結バンドでつなげていきます。で、リフィルとリフィルの間に本体カバーのゴムを通します。これのメリットは斜めになりづらいので、リフィルがカバーから飛び出しづらいです。で、デメリットとしては真ん中のリフィルはゴムが二重になるので、ここがちょっと書きづらくなります。で、いつものノートは、まずジッパーケースを本体カバーのゴムで挟んで、リフィルの間を同じゴムで挟みます。ちなみに連結バンドを3本使って4冊でも挟めるのかやってみました。結構分厚くなるのでカバーからリフィルがはみ出してしまいます。コラージュしてないリフィルだけだったら4冊いけるかなって感じはしますね。はい、限定のスナフキンの本体カバーです。こちらも連結バンドでセットしていきます。4冊なんですが、2冊は通常の枚数の64ページのリフィルで、あとの2冊は半分のサイズの32ページのリフィルにしました。これだと4冊でも通常の3冊分の厚みしかないのでちゃんと収まってます。で、これはトラベラーズファクトリーの10周年記念のリフィルでして、今は販売してないんですが、2分の1リフィルっていう通常の半分の32ページのリフィルもありますので、まあそれだったら結構何冊も挟めるんじゃないかなと思います。はい、今回はリフィルのセットアップの仕方と連結バンドの使い方を紹介しました。説明書通りにやってもいいし、どうやってリフィルを使いたいかでノートごとに変えてもいいなと思ってます。正直カバーに挟んで持ち歩くだけで満足してたんですが、こうやって連結バンドを使うとよりノートとカバーが一体化したような気分になります。あと持ち歩く時に落ちてこなくて本当に便利です。いつの間にかカバーが増えまして、現在なんと9冊あります。新しいカバーはもう必要ないかなと思ってたんですが、まあノートごとに役割考えたらどんどん増えてきました。あと限定カバーをゲットしたっていうのが、まあ増えた原因ではあるんですけど、その後東京駅にも買いに行っちゃったし、あとね、一冊増やしてもいいかなとは正直思ってます。まあそのうちトラベラーズノートごとにどうやって使ってるかっていうのも動画にできればいいなとは思ってます。はい、以上です。最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。またね。じゃあ以上です。最後までご視聴ありがとうございます。またお会いしましょう。